それでは早速ですが、今日のテーマのお話に移ってまいりますけども、はい、今日も先生、はい、来ていただくのとっても寒かったかと思うんですけどもね。もうあの池袋から四季までね、はい、東武線にちょっと今日は偶然座れたからよかったんですけど。なんかやっぱこのぐらいあの寒いとちょっと疲れますから ね、 そうですね。電車に乗るとなんか温まってこう来たいっていう気持ちありますよ。ちょっとトローンとした感じでゆったりと、そうそうそう、温まったシートで、そうそう、はい、で今日のこの寒いところでですね、視聴者様からこんな質問いただきまして、今日はまずこちらの話題から、前回の話題からもうちょっと本当の話ということで、はいはい、まあ、寒くても大雪でも温暖化が原因と言っている人がいますが、前回は、ね、温室効果ガス CO2 に関するお話もあったということで、はいはい、これはどういうことなのかというのを先生に聞きたいと思いますね。まあ、ちょうどこう質問があってから寒くなってよかったですね。このことも言いやすいし、そうですね、雪も降るし、なんか埼玉県は明日、今日ですか明日ですか、なんかマイナス9度とか。あ、今日の話題ですね。あ、今日、はい、最低気温が記録を更新した、ね、なるほど、今日の朝ね、はい、なるほど。ちょっとそれをね、シートね、まあこれは重要なテーマだからもう一回繰り返、あ、ちょっと元に戻してもらうと、元に戻るかな、これ戻る、あ、戻るんですね、はい、寒くても大雪でも温暖化と、こういうのがいるわけですね。つまり、はい、温暖化っていうのはあの異常気象がもたらすから暖かくなったり寒くなったりするんだと、はい、温暖化自身が非常に怖いんで、うん、温度の上下が激しくなると、はい、まあ、いうふうに言ってるわけですね、はい、で、まあ、温暖化のグラフとか学問を説明すると思うとものすごく複雑なんで、はい、ちょっと今日はちょっと我々と最近のね珍しい刺し棒詰まったんですかね。ない先生、じゃあこれ使おうかな。あ、これそうですね、ペンで、ええ、はい、ちょっとグラフ1枚だけこれ皆さんごゆっくり見てもらったらいいんですけども、温暖化についてはですね、長い間っていうかもうここ20年ぐらいおかしいんじゃないかおかしくないんじゃないかってやってきたわけですよ、はい、ところがデータ自身はね IPCC って皆さん知ってるように国連の機関のデータを使ってたんですよ。データ自身は世界の気温とか事実ですね。だけどやっぱりいくらなんでもおかしいと発表されるデータが、それで最近ではですね、これはもう分かればもう全ての疑問が解けちゃうんですけど、学会の使ってるデータ、地球の気温ですからデータ1個しかないんですよ本当はね、はい、例えば日本の気温とか世界の気温ですから、はい、だけども今はですね、その学会のデータと IPCC が発表するいわば政治的な温暖化のデータと2つあるんですよ実は。そうなんですか。2つあるんですが、はい、今のところ日本のマスコミは絶対に学会のデータ発表しないんですよ。普通は学会のデータ発表するんですよ何でもね、はい、学会のデータ発表しないとこれ科学の世界だから。だけど最初に学会ができないうちに、政治的なグラフがバーッと出たんですよ、はい、その政治的なグラフをうっかり報道しちゃった。前回で言えば、メドウスが違うよと言ってるにもかかわらず、はい、そのまま出すっていうのと似たような状態が起きたんですね。でそうするともう、はい、研究できなかったんですよデータが違うから、うんうん、そこで最近ではねデータが2つになったんですよ。で皆さんが見ているデータは全部政治的なデータの方だけ、もうそれしか出てない。もちろんネットでは出るんですよ、はい、だけどネットで出るのは今日石井義則先生っていうね、これはまあ昔東大の先生で非常に立派な先生で富山の、まあ、ある大学の学長なんかやられて僕なんかも親しいんですけど、そういうがっちりした人のホームページなんかにはたまに出てくるっていう、はい、そういうやつで、あと英語で出てくるっていうね、うん、まあ、そういうようなことなんですね。それをちょっと説明しますとね、これは名古屋産業大学の小川先生のグループのデータなんですね、はい、だけどこれは他の方でも ほとんど差がありませんっていうのは、ここで赤いのが二酸化炭素の濃度、それから青いのが気温なんですね、はい、でこれだいたい1880年からこれが1880年です。1880年から取るのが、まあ、普通なんですね。それで、これはまあ学会なんかで使われているデータの一つ、ほとんど同じですけどね。それはまあちょっと19世紀から見れば少し温度上がるんですが、ほとんど変わらず1940年ぐらいだと思いますけど、40年ぐらいから一回下がって70年まで、それから少し上がって今下がってるんですよここまで。でその下がってるっていうデータはまず出てこないんです。
要するに、一般の日本の一般のマスコミには出てこないんですね。だけどこれはもうこの下がり始めたのが2000、これは2003年から下がり始めてますけど、まあ、もう少し違うデータでは1988年からだ、こっから下がってるっていうデータも、まあ、あるんですね。で、まあ、これはちょっとこういうデータになってます。そうしますとですね、今まず2つ注意しなきゃいけないのがね、その要するにね、こういうね科学のデータを見るときに最初からね感情的に見ちゃう人が多いんですよ。武田は上がってないというのか、けしからんと、そういうことじゃないんですね。まだ全然思想は入らないんですよね、はい、思想は入らない。で、普通のグラフはどのくらい上がってるかっていうと、まあこれあれです、こういう感じで上がってるんですよ、ね、だから CO2 が上がってくると、温度が上がるって言ってるわけですね。だから気象庁のデータとか IPC のデータみんなこういう感じなんですね。全然違うんですよ。で、まあ、まあこれは昔から問題になってるんです。この第2期という下がってる時期が30年ぐらい続くんですね。で、第3期上がり始めた、ここで問題になるんですけど、そしてここまた下がってるんですけど、これはもう出せないので今隠してるわけですね。だから上がり方が少ないということと、それから形が全然違うということです。なんでこんな違いがあるかっていうと、非常に単純なんですけど、この学会で今使ってるデータの多くは、人によってちょっと違うんですが、多くはですね、これ人口1000人以下の測定点、はい、だからつまり都市化が進むんで、うん、東京なんていうのはなかなか温度下がらないんですよ、はい、周囲がね、今度みたいな激しい寒波ですと下がりますけど、普通ですとね、あれだけ暖房をやってますから、それから明治のことに、これは明治ですからね、明治の頃に比べると明治は火鉢ですからね、当たって火鉢で当たってる時とクーラーガンガンかけてる時とそれは違うわけですよね。それで一つの方法としては、そういうヒートアイランド現象を差し引くっていうのがあるんですね、うん、はい、だけどもっと積極的なのが、まあ、これ最近のデータなんですけども、人口1000人以下でデータを取るということが最近行われておりまして、そうするとまあ少なくともヒートアイランド現象は除けると、はい、まあ、いうふうにしてデータを取るのが、まあ最近の学問としてはそうなんですね。そうすると、まあ戦争までちょっと上がってきたと、で戦争後下がってだいたい元に戻っちゃうんですね。それでここからまた上がって、下がってるんですけど、どうも元にぐらい戻るんじゃないかと、うん、そうするとこの前は何だったかと、こうリトルアイズエイジっつって、商標書きと言われる時代がここにあったんですよ、はい、これずっと低いんですね、うん、でここら辺は高いんです。で平安時代は このぐらいなんですね。平安時代は1000年ぐらいは暖かくて、はい、それでまあ外側に例えば神殿造り、はい、あれ外側に廊下があるんですよ、うんうん、はい、ほら神殿造りってね、はい、中に廊下がないんですよ。あれ何かあったら暖かかったんで雪も降らない、だからその外側に廊下で十分大丈夫だったんですね。ですから神殿造りは全部外側の吹きさらしのところに廊下があるわけですね、はい、それからさらにずっと遡って、縄文時代があったか、はい、同じようにあったかかったんですけど、その時代は三代丸山遺跡みたいに青森ぐらいに、住居を作ったわけですね、うん、非常にあったかかったんで、はい、まあ、三代丸山遺跡に行った方はお分かりだと思うんですが、非常に普通の家がその青森に建ってるっていうね、そういう時代だから縄文時代、それから平安時代、まだそこまでは上がってないんです、うんうん、もうちょっと上がると、このぐらいまで上がるとですね、縄文時代ぐらいまでは、縄文時代って平安時代ぐらいまでいくかなっていう、まあ、感じのところなんですね。ですから今の方が寒いで、今度の寒さはですね、はい、別にそんなにびっくりしたことないんです。なぜかって言いますとね、まず今ここですからね、下がってますから、はい、こう引くとね、ここはね1985年、だから東京に30年ぶりの大雪が降りましたとか言ってるでしょ、はい、さあ当然でこれ30年前に戻ってるわけですから、はい、だからまあ30年ぶりに寒くなっても別段それはね、どうっていうことはないんですね。ですから元々のデータが間違ってるってことがいかに怖いっていうか、僕らの考えをね、間違わせるかってことあるんですね。ですからこういうことを知らないで、私にね、武田は地球温暖化は起こらないとか言ってるけど、なんだとか言ってるけどね、もうデータ自身があまり温暖化はもう起こってないんじゃないかっていうのが普通なんです。特にこれ温暖化ガスと言われてる二酸化炭素、
はどん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 増えてるんですけど、全然気候は変わらないわけですね。ですからまずはそのそういう客観的な学会に出されるようなデータを本当はご覧になる方がいいんだけど、なかなかね、そのまあそうもいかないんですけどね。地球のサイクルとしては非常にこう自然な流れというようなところがあるということですかね。地球の流れとしてはこのくらいの温度差っていうのはもう頻繁に起こるんですよ、うんうん、もっと大きい温度差は、まあ、大体1万年とかで起こるんですけど、このくらいの温度差はですね、それはもうしょっちゅう起こる、定期的に起こるんですね。ですからまず今日もどっか朝に NHK のニュースかなんかでですね、街の人が寒い、こんなに寒くなって異常気象が怖いって言って、女の人が言ってましたが、異常気象は起こってないんです。異常気象って定義があって、これは異常気象に入らないんですけどね。ただ報道が盛んになっちゃったんですよ。昔はね、秋田の山の中がどのくらい雪降ろうが分かんないんですよ。これで10年ぐらい経つと誰かが秋田から来て、なんか三八豪雪はひどかったとか言って、ああひどかったんだなとか思うぐらいなんですけど、今全部出てきますよ。そうですね、ひどいのは例えばシカゴはどうだとか、ロシアのなんとかはなんとか、即日に来ますから ね。だから世界中を見ますとね、それは温度が高いとこも低いとこもあるんで、異常のように見えるっていうね。だそれは本当は報道の方がやっぱりこれは昔からこうだったんですよって言ってあげなきゃいけないんだけどね、そういうことなんですね。ですからね、あんまり感情的になることはないですね、それから、まあ、もう一つ言えば、この前もちょっと言ったかもしれないですけど、この CO2 が増えてる感じでしょ、だけど386ppm というのはものすごく低くて、まあ、地球の歴史上じゃ記録なんですよね。まあここも記録なんだけど、普通はパーセントだから こんなとこにあるやつが、まあ、仮にダーッと下がってきたんですね。でそのザーッと下がってきた影響を受けて、まあ、今氷河時代になってるんですけど、それがそのこのくらいって言いますと、こう尺度がこうなってますけど、まあ、大体恐竜が生まれた頃っていうのを見るとね、これをただ張ってるだけなんですよ。尺度があまり拡大しすぎてて、こういうグラフになってるわけですね。ですからこんなに CO2 が増えてるじゃないですかって、まあ昔に比べればもう全然低いわけですね。それもまあトリックの一つに、まあ、なってるわけなんですね。情報も切り取ってしまうとそこに注目してそうですそうですびっくりしてしまう。そうです。それでこの前も話したと思いますけども、お米も野菜も肉も僕らが食べる食事は全部 CO2 が食料、元の食料で、それからお米ができ野菜ができてるわけですから、もう増えてくれないとね、もう絶滅しちゃうんですよね。ですからまあできるだけ CO2 はまだあと40倍ぐらい増えると、まあちょうどいい気候になるんじゃないかなと思うんですけどね。まあだいぶ言ってることと違うんですけど、だけど良くなったんですよ。1988年にアメリカの6月23日ですね、アメリカの上院の公聴会で NASA のハンセンっていう人が、まあ悪いけど簡単にはデタラメ言ったわけですよ。そのハンセンがその時にアメリカ上院で説明したこれから30年後にこうなるっていうグラフはもう全然違うんですからね。だからまあ本人がデタラメを言おうとしたか、それともアホだったのかちょっと分かりませんね、今だっては。それから真面目にやったけどなんか間違ったってことなんですね。だけどもともと NASA のフレッド・ハンセンに喋らせた人は誰かっつったら CNN っていうのターナーっていう会長であり、それから国際ユダヤ資本であり、それから農業議員だったわけですね。でなぜこの人たちがターナー、ハンセンに言わせたかっていうと、まずメディアはね騒いで視聴率を上げる、販売量を上げる、それでメディアがまず入った。それから国際金融資本はですね、あの当時原子力発電の反対が非常に強かったんですよね、それでヨーロッパ特にイギリスを中心としても原子力発電は出れないんですよ、ところが原子力発電はものすごく金かかるから、そこにドカッと金出せるわけですよ。それでそれに乗ったんですよ、これでもそれは一番有名なのはサッチャーですね。サッチャー首相がイギリスの、彼女がこの話を
ハンセンの演説を聞いてね、閉めたって言ったわけです。残ってます記録がね。これで原子力ができる、ね、つまり原子力よりか温暖化が怖いというイメージさえつければ、うん、原子力ができるって言ったのはこれはもう記録にも残ってるんですね。それからもう一つは農業議員が中心、あの3番目の柱になったのは、はい、あの頃シカゴの小麦っていう相場が非常に弱くてね、はい、1980年代っていうのは、小麦価格がものすごい低迷するんですよ、トウモロコシも、はいはい、するとアメリカはもう小麦とトウモロコシが弱るとね、もう本当に困っちゃうんですよね。それで、まあ、6月23日っていう日はシカゴの5月かなんかの、値段の決定の市場が開いた1ヶ月後ぐらいですね、はい、それでそこで、やっぱり低迷したら出そうということになってたわけですね。それで、まあ、予想通り低迷した。で6月23日に、その上院の、だからもともと温暖化っていうのは上院の公聴会で最初に発表されたっていうんで分かる通り学問じゃないんですよ、政治なんですね。だそれが政治なのに学問として日本に伝えられたのは、まあ、NHK とか朝日新聞なんですけどね。だからこれはちゃんと政治だと言って伝えればいいんですよ。別に政治はいろいろあるんですから、はい、で農業議員が何で動いたかって言ったら、それも百姓困ったわけですよ。それで困ったんで、その原因がね、工業側にある。つまり二酸化炭素を出してるのは工業だ、はい、で工業が出すので、その時温暖化っていう言葉は使ってないんです、はい、気候変動、つまり工業のおかげで気候が変動する。気候が変動して農業が不調になって我々は困ってるから、工業から金を取って農業に補助金出せっていうのがその元々の力なんですよ。そうなんですね。だからね、本当はそういうことをちゃんと日本のメディアが報道すればね、あの日本人も、まあ、日本だけが CO2 の削減やってるわけ、世界で一カ国だけ、もう本当にバカにされてるんですよね。だけど日本人ってバカだなってみんながバカにしてんだけど、あれはジェスチャーなんだから、なんでジェスチャーだってこと分かんないのなんて言ってるんですけどね。まあしょうがないっていう感じですね。ですから裏側があるわけですね。それで6月23日の上院の公聴会開かれるんですよ。そうするとね、普通は6月の末ったらクーラーつけるんですけど、はい、もうちゃんと手配されててね、クーラー消すんですよ全部。そして議場を熱くするんです、はい、それでみんな汗拭きながらね、ハンセンの温暖化の話を聞くっていう、そういう細工もしてるんですよ演出まで。もう良い周到ですよ彼らはね。すごいですね。彼らは善意で物が動くなんて思ってませんから、力ずくですからね。だから自分の、目的を達成するためには別に議場のクーラーを切るなんてことは別に道徳ないんですよ。ちょっと日本人では理解がしにくいですね。ヨーロッパではね、温暖化の陰謀論の本がいっぱいあるんですよ、はい、誰がどういう仕掛けをしたかとか。だけど日本じゃね、一回それを翻訳した人がおられてね、大阪の女性ですけど、なかなかいい本だったの、はい、全然売れないから推薦書いてくれって推薦なんか書いたんだけど全然売れない。つまり、ね、日本人はね、陰謀というものがもともとないと思ってるんですよ、ね、だから陰謀論はいかがしいと思ってる。だけど本当は陰謀が普通で、陰謀のないやつなんてないんだけどそれでイギリスはサッチャーさんの原子力と、それからロンドンシティね、シティっていう金融市場があるんですけど、そこで排出権取引っていうのを開いて、でもボロ儲けするという、まあ、そういうスタイルだったんですね。非常に政治的な構造もうまくこう組み合わさっての情報に大きくなったっていうことですね。だから、まあ、私はね、そういう古いこともあるんだけど、はい、今のことを知るためにはね、やっぱりこのグラフね、うん、はい、これは学会でちゃんと発表されてもいますし、石井先生のホームページにも出てますし、これまあ普通のグラフですから、はい、でこのグラフをよく見て、そしてほとんど温度変わってないと、もう100年前から1度なんですから、このグラフでね、はい、ですからその100年間変わってないわけですよね、はい、ですからあと台風が増えたとかは全部嘘だから、だからそこのところはよく分かってた方が、まあ、家の改造をするとかね、土地を買うとかいう時に間違わないじゃないかと思いますけどね、はい、広い意味でもそうです。こういった資料をちゃんと見るということ、そうです。それからね、ちょっとね、難しいことがあってですね、はい、海がちょっと暖かいんですよ、はいはい、それは全然別の理由で、はい、太平洋の海流が、あそこです、赤道の直下からね、
来るね黒潮の量がちょっと多いんですよ、多くなってるんです、はいはい、これはあの気温と全然違って、うん、海流の関係ね。だから海の人は偶然なんですけど、暖かいと思ってるんです。で、あの例えば夏の気温を見ますとね、はい、例えば東京とか名古屋は35度とか37度、はい、うん、その時にロサンゼルスだいたい23度、井戸はロサンゼルスの井戸ってのは高知県なんですけど、はい、あのそんな差があるんですね。これは太平洋の回転が大きくなっちゃって、それでこう、うん、あれですね、あの赤道から来る水が日本にどっと来るんですね。それで日本が暑いんですよ。ところがそれがこう回ってあのベーリング海峡の方から降りてきますんで、はい、こっちが冷たいっていうね、まあ、そういう現象になってるんで、それが重なってるもんですから、日本ではなんか海は暖かくなってるじゃないかとか、まあ、そういう話になったりもするんです。それは全く気温とは関係がない、関係がない、海流の関係ですね。